大谷翔平、来季 DH での出場は半数程度になるのよ。ドジャースのフロントを含めた首脳陣はすでに来季二刀流が復活する大谷翔平の起用法の青写真を描いているという。浮上しているのが来季は投手に軸足を置くプランだといいますと、特派員の一人がこう続ける。右肘にかかる負担は半端じゃないだけに、来季以降ずっと投手を続けられるとは限らない。野手に専念した場合に大きな戦力になることは証明されたのだから、投手をできる間は投手に軸足を置くのがベスト。選手層が厚く選手の体調を重視するドジャースで、登板日に打席にも立つリアル二刀流は負担が大きいし論外。投手に専念とまではいかなくても、例えば登板日の前後は完全休養とか、打者としては投手の負担にならない範囲の出場にとどめる。投手としてさえヤング賞を狙えるポテンシャルが大谷にはあると首脳陣は見ている。これは社内手術明けで来るかどうしたら最悪の事態もあり得る。イチローが言ってたプランやん。サイヤング狙いってことか。ベッツとフリーマンがもし冷えたら大谷を失せって声がファンからめっちゃ上がるやろな。来年のドジャースはそこでめっちゃ頭抱えそう。指揮者予想の範疇に収まる選手ではないってことは今年が野手キャリア杯か。大金かけた広告塔でもあるからな。大事にするに決まってる。なおかつ大谷が誰でもして地区優勝を危うくなったら2024に戻せってなる。どう考えても打者大谷の足を全力で引っ張ってる投手大谷。完全体になるのは25年ポストシーズンからか、26年のレギュラーシーズンからかな。中1ローテで球数もイニングも負担にならないようにするなら、先発ローテ打線もスカスカなっちゃうね。投手やりながら今年くらいの成績残せたら初のレジェンドや。投手する必要あるか、あれだけ打てるのに。投手やることが大谷がモチベの源やからいる。投手は休み休みやるとしても DH 減らすのは意味わからん。二刀流やってる時も投げた翌日に DH 出れるのはおかしいだろって言ってる投手がいたから負担はかなりあるんやろ。最多勝狙いに行ってて草。打者大谷がいくら有能でも今ドジャースに必要なのは投手大谷だろ。ドジャースなら防御率3点もあれば15勝できそう。管理人のつぶやき、エンゼルス時代は大谷さんが出たいって言うなら出してあげればいいし、とにかく大谷さんの意思を尊重してほしいって思っていました。ただ二度手術をして強豪に移籍した今となっては、さすがに怪我をしないための体調管理や出場管理は第三者がしっかりしてあげないといけないんじゃないかなと思い始めています。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。